あった。なぜこんなにも周りを気にして不自由になった。なぜつまらん規則で自分たちの首を絞め続けるんだ。お言葉ですが、これをご覧ください。矢島金太郎君の3年前の写真です。くれぐれも今回のことは会長の遊びということで。分かっておる。どっちにしてもサラリーマンなぞ1ヶ月も持ちゃせん。矢島君、君の事情は我々としては全く分からん。しかし子供を連れて会社というのは困るんだ。静かにしてろ。庶務の皆さん戸惑っている様子ですわ。どう扱っていいのか分からないようで。おとなしくしとったか。はあ、一日中おとなしく鉛筆を削っていたようです。それでいい。毎日鉛筆だけ削らせておけ。毎日だ。どうですかね。ここでいいよ。気に入った。そうですか。この契約書にも書いてあるけれどね、友達呼んで騒がないでくれよ。近所迷惑が一番困るんだ。ね、分かってるよ。じゃあ鍵ここへ。龍太、俺とお前の家だぞ。明美、安心しろ。龍太は立派に育てていくぜ。なれるよ、金ちゃんなら。バイクで走ってた時みたいにかっこいいサラリーマンになれるよ。ありがとうございました。ああ、あの時の。これからご出勤。会社はどちらで。建築屋らしいわ。うちもだよ。私は経理畑だが、君は設計かな。いや、現場かね。鉛筆削り。なるほど、設計見習いというところか。設計も今はコンピューターだからな。しかしいい会社らしいな。君のようなタイプが堂々と本社勤務になるなんてな。そうかな。うわ、ちょっと、ヤマト建設って私の会社だが。ここだよ、俺の会社も。はぁ、おはようございます。ん、うん、専務、おはようございます。黒川専務、おはようございます。エレベーターを開けるんだ。水木君。は、はい。なんだねその顔は。まさかいい年して喧嘩じゃあるまいね。いえいえ、そんな。ちょっと転んで。おい、出ろ。ガラ空きだ。乗れますよ。バーカ、何を言ってるんだ。エレベーターを開けろ。君はうちの社員か。そうっす。かと、名前は。庶務課矢島金太郎。見かけん顔だな。何年度入社かね。昨日っす。あ、失礼しました。失礼しました。みんななんで乗らねえんだ、こんなに空いてるのに。庶務課はこの階だ。ああ、そうだ、どうも。おい、貴様ただのバカじゃあるまいな。ただのバカなら何ですか。今感じてる不愉快さ、君がただのバカならそのまま残るということだ。何がバカで何が利口か知らんけど、俺は俺自身を変える気はないね。エレベーターを開けてあんたを気持ちよくさせるのがサラリーマンだってんなら、サラリーマンなんて人種はクソの集まりだな。クソ。
貴様、黙って聞いていれば、なんだその態度は。確かに正論だ。山の中で一人で生きていくならば、私も正論を吐こう。人間というのはな、一人じゃ生きられない。社会を営んで初めて生きていける。人間の社会には上下の関係がある。その中でバランスをとってやっていくことが人間が身につけた知恵だ。それは言葉遣いであり、相手に対する態度だ。他人と関係せず生きていくならお前の勝手だ。お前自身を変える必要もないだ。私の知ったことではない。しかしこの会社に入ってきた以上、勝手な態度は許さん。人間社会の最低の規則が守れるのなら、明日から出社する必要はない。それからもう一つ、エレベーターを開けることは私は部下に強要していない。みんなが勝手にやっていることだ。そしてそのことをやめろともみんなに言わん。反対に誰が乗ってこようとも私は何とも思いはせん。その鉢巻きと髪を切れ。次に見た時そのままだったら貴様はクビだ。サラリーマンをなめるんじゃない。今の人誰？営業担当の黒川専務だ。創業からの叩き上げだよ。おい、しかしマジだったな。黒川専務が一般社員にあんなにマジな話をするなんて。ああ、見たことねえや。コーヒー入れました。よろしかったらどうぞ。悪いね。いいえ。かずえちゃん。おい矢島。お、これのコピーを取ってくれ。10部ずつだ。中澤さん、コピーなら私がやります。俺は矢島に行ってるんだ。うーし、10部ずつね。なんだその言葉遣いは。貴様、今朝黒川専務に言われたこと忘れたのか。髪の毛を切らなきゃお前なんかクビだ。カズエ、どうしたのよ。あんなのにコーヒーなんて入れちゃったりして。信じられない、こんなところで会えるなんて。何よ、どうしたっての。あの人、高校時代私の憧れの人だったの。何それ。この真ん中にいるのがあの金太郎なの。すごかったのよ。もう女の子はみんな憧れてたんだから。あんた族だったの。ううん、この人だけは特別よ。超硬派で、シンナーや女には目もくれずにね。当時の暴走族のシンボルみたいだったの。暴走族の写真集なんかで大スターだったわ。こんにちは。設計部の前田一郎です。前田さん、昨日から鉛筆削ってくれてる子はどの子かな。どうかしましたか。どうも神崎係長。突然鉛筆の削り方が変わったでしょ。繊細で上品で実に使いやすい心のこもった削り方ですよ。こんな削り方してくれる子、嫁さんにできたなと思って顔を見に来ました。お、まさかあれ。そのようですな。すまん、本当にすまん。健康上の理由です。あくまで私の健康上の理由ですから。呼び戻すよ、必ず呼び戻す。お子さんは3、4日臨時で託児所に。黒川専務、いよいよ退陣らしいな。健康上の理由にしてるがな、やっぱり社長派の陣営拡大だぜ。専務は完全に追い込まれたらしい。おい、こ
こんなところでつまらんことしゃべるな。すいません。